さあ、そして続いては大一番です。永井雄一郎選手対小野大輔選手。ここまで4勝1分け負けなし、トップを走る永井選手と3勝1分け1敗、追いかける小野大輔選手の直接対決です。これは楽しみ。夏目兄弟、夏目兄弟、そういうなんかこうシンパシーのワクワクやっぱりね。さあ、小野選手のキックオフからスタートとなります。1位と2位の直接対決、それではスタート。これはテクニック勝負もそうですし、体の強さも2人とも強いので、これですね。もう強さも2人とも強いので、これですね。意外な形で先にポイントが生まれました。永井選手、そうなんですよ、お二人ともサイズがあるし強いですよね。そうなんですよね、この強さも。さあどうだ、楽しみですね。これだけサイズがあって、あれだけ動かせてスピードもあると楽しいですね。いやもう本当に、いろんなこうバリエーションを持って攻撃できると思うんで。さあごめん、どうかどうだ、1対1の同点です。これ真ん中先に倒すとちょっと楽ですよ。そうですね、左右がやっぱり。佐渡が、わーっと出した、はい、佐渡が、わーっと出した、はい、うまい、切ってきますね。はい、このサイズはすごいですね。いやいやいや。さあ2対1。やばい、すごいボール出してる。もう一度、さあこれ永井選手の攻撃からですね。はい、この体の使い方もやっぱり一つ子供たち見てもらいたいですね。ダブル確かに残して、体の使い方もやっぱり一つ子供たち見てもらいたいですね。ダブル確かに残して、体の使い方もやっぱり一つ子供たち見てもらいたいですね。ダブル確かに残して、最後は正確に。カラムに当てました。サイドラインはどうですか。大丈夫です。大丈夫。あれ、あということで3対1、永井選手の勝利。マジでだと思ってた。前回に奥さんに全敗するんだねって言われたらしいです。結果発表、第7位、1勝5敗勝ち点3、加納健太選手。はい、最後に感想をお聞きしましょう。はい、はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと短すぎますよね、もう一言ぐらいありませんか。そうですね、やっぱりこう夏目具を最初にやられたんで、なかなかメンタル的に戻すのが大変でしたけど、まあでも子供たちもいろいろ今日盗んでもらって持ち帰ってもらえたらなと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、続きまして第6位です。2勝1分け3敗勝ち点7、得失点の関係でウルノ純選手。序盤良かったんですけど、やっぱりちょっと体力的に落ちて負けてしまったんですけど、まあでもすごく楽しくやらせていただいたので、良かったと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。そして第5位、同じく勝ち点7で並びました、総得点で上回った松永翔平選手。一勝できればいいなという目標を持ったんですけど、それ以上の結果が出て嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ続いて第4位です。2つの夏めぐで会場を沸かせてくれました、3勝3敗勝ち点9、ワッセ選手。お疲れ様です。お疲れ様です。本当に夏めぐできてよかったです。すいません、夏めぐに挟まれてしまってるんですけれども、本当にでも正直なところ入ったのがたまたまというか、本当にいつ僕が夏めぐされてもおかしくない状況だったんで、まあ、今回はちょっと運が良かったという感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。第3位、
同じく3勝3敗勝ち点9得失点の関係で上回りました石川直宏選手。お疲れ様でした。継続してこう試合することでなんか全体のスペースの場所だったりとか感覚が良くなっている自分もいたんですけど、それと同時に疲労している自分がいてそのあたりのなんか自分の中でのマネジメントじゃないですけどなんか楽しみながらできたなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして第2位です。3勝1分け2敗勝ち点10小野大輔選手。お疲れ様です。ありがとうございます。いかがでしたか。画面で見てるような、ね、選手たちと戦えて光栄でした。あの夏なんちゃうよくわかんないのがあったんですけど、まあでもそのあれをやられてもやっぱ頑張ってるっていうところを、ね、子供たちにも見てほしかったななんて思いながら、みんなも夏なんちゃら狙ってみてください。はい、ありがとうございました。さまざま喋りの部分等々も含めて本当に楽しませていただきました。小野選手が第2位でした。さあ、そして、栄えある優勝は5勝1分け負けなし勝ち点16永井雄一郎選手。お見事でした。いかがでしたか。いや本当にスライマでして体張りました。ちょっと膝すりむいてましたもんね。破けちゃったんですけど、でもやっぱそれぐらいやっぱりこう守備をしっかりやった結果がまあこういう風になったとは思うので、まあ攻撃面ではあんまりねこう何かこう見せることはあんまりできなかったと思いますけど、まあやっぱり勝負っていう部分ではしっかり戦えたと思います。素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。拍手。